書き、ゲストはジャンベイスターズ一筋16年石川武弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。前回はプロ入りまでのお話を伺いました。はい、横浜高校での、そうですね、横浜高校での成長、はい、だいぶ成長させてもらった、ね、はい、野球を教わったと、はい、いうところ。そして、いよいよプロ入りというところから、まあ、今回伺っていこうかなと思うんですが、2004年のドラフトでした ね、指名を受けて、はい、横浜ベイスターズに入団、まあ、甲子園2度出場もありました。まあ、そのあたりからもうプロ入りというようなその方向性というのはできていたんですか？いや、僕高卒でプロに行けると思ってなかったんで、保育士願望があったんで。保育士さんに目指されてたんですよね。はい、で妹も 今は違うですけど保育士やって、うちのおかんも小学校とかで中学校で、まあ、栄養士やってたんで、あ、まあ、そういう、まあ、子供も好きなんで、それやりたかったんですけど、はい、まあ、渡辺監督に、うん、社会人か大学までは野球頑張ってやれって言われたんで、まあ、大学進学みたいな感じになってたんですけど、はい、たまたま横浜ベイスターズさんが指名してくれたの。はい、まあ、その担当のスカウトの方がいらしたとは思うんですが、はい、そうです。スカウトの方というのはいつ頃から、あ、ちょっとこう見てもらってるかなっていうのは感じるんですか？スカウトは涌井見に来てたんですよ。結構いろんな球団から涌井は結構見に来てたんですよ。はい、もう横浜高校のエースでいらしたんですよね。だから僕とかは、うん、まあ、別にプロ行けると思ってなかったんで、うん、全然あんま気にしなかったし、まあ、涌井を見に来てるっていう感じだったんで、特に全然意識することもなく、普通にしてた記憶があります。じゃあその指名行くよというような話っていう、はい、あ、全然なかったです。僕スカウトの人と話したこともなかった。あ、そうですか。はい、じゃあもう本当にドラフト当日に指名がかかったっていう、そうですね、印象、はい、石川さんの中では。そうです。来た、どういう感じだったんですか？まあ、でも指名されるっていうところは、うん、まあ、聞いてたんですけど、だけど そのもっと前とかにプロ行けるとかスカウトの方と喋ったりっていうのは全くなかったです。はい、だからでもみんななんかよくスカウトちょっと話したりみたいな、うーん、はい、あれが全く分かんないです。全然経験ないことなんです。なるほど。はい、まあ、それがやはりまあ選手それぞれと、まあ、スカウトの方と そのコミュニケーションもそれぞれというところなんですかね。僕全然分からなかったです。でも入団してからはすごく身近な存在には。そうですね、入団してからはよく、まあ、キャンプも一番最初のキャンプも来てくれましたし、はい、こういう時はこういうふうにした方がいいよっていうアドバイスもいただいてたんで、ありがたかったですけど、もう全然もう何も分かんないじゃないですか。入団もうすごすぎて、ね、プロの経験した方とか多かったんで、もうありがたかったですけど。ちなみにスカウトの方は何という？僕のスカウトはイマクルスさんっていう方と赤浦さんって方なんですけど、高浦さんは2軍のバッテリーコーチとかやってたんですかね、何年か前に。もともとはスカウトだった方なんですけど、よくうちのおとんと親父とおかんの心配よくしてくれてて、はい、あ、そうですか。はい、だからすごいお世話になりました。うーん、横浜のお父さんじゃないですけれども。そうですね、もうずっと僕がファームにいる時からずっと気にしてて、もらってたんで、本当にありがたかったですね。そうですか。はい、そういった流れから、2005年がプロ1年目の年でしたが、ね、プロの世界というのはどうでした？マジすごかったです。何がすごかったですか？もう何ていうんですかね、もう打球のスピードも守ってて、打球のスピードもそうですし、はい、遠くに飛ばす力ももちろんそうですし、
もう全てにおいてなんかレベルが違うなって思う。他に驚いたことは、あ、やっぱプロなんだなと感じることは、いや、 やっぱり、まあ、体が大きかったですね。あ、まあ、僕本当に68キロぐらいで入ったんで、あ、身長はもう181ですね。あ、1、あ、伸びたんですね。プロ入ってから3センチ伸びて184になったんですよ。はい、でも 60?181 の68キロなんで、はい、多分すっごいガリガリと思います。まあ、まあ、スラもスラですよね、おそらく。本当にもやしです。へー、通らなかったんですよ、その当時は。あ、体質。今ちょっと太ったりするんですけど。あ、そうですか。はい、その時は、まあ、まあ、全然太れなくて。食べても食べても全然太れなくて、1年間野球プロでやって、はい、まあ、それで10キロぐらい、お、まあ、ウエイトとかもしたり、まあ、ご飯でも食べるようになったし、はい、それで10キロぐらい太ったの。うーん、はい、食トレきつかったっす、ね、食トレ、はい、あ、食べなさいって言われるんですか。いや、でも栄養士の方に、はい、結構ちゃんと食べなさいって言われたんですけど、あ、僕あんま食に興味ないんで、お、あんまり、だから1日1食とかでもいけるんですよ。だからあんまりその量食べれなくて、はいはい、結構ちゃんと食べろって言われてた記憶があります。どのぐらい食べてましたか、一番食べていた時。いや、この丼とかはもう食べたことないような丼、はい、食べさせられてました。はい、いや、こんな食えるわけないじゃんと思ってましたけど。それを一食ですか、その大きな丼。これ丼と、あといっぱいあるじゃないですか、おかず、おかず関係、はい、こんな食えないよと思ってました。それもやっぱ練習がやっぱ厳しくて、高校生じゃないから、はい、朝10時ぐらいから、まあ、5時とかまでやるじゃないですか、あんなきつい練習した後にこんな量食えねえよと思ってました。もう疲れ果てて、もう疲れ果てて、もう早く寝たいみたいな。まあ、でも体は作らなければいけない、はい、うん、だから結構僕栄養士の方には迷惑かけてた方だと思います。うーん、ちゃんとこれ食べなさいとか、はい、好き嫌いも結構多かったんで、なんかちゃんと、まあ、残すなとか結構言われてたり、はい、結構残しがちだったんで、まあ、でもその栄養士さんのおかげで体もすごい大きくなったんで、よかったですね、はい、感謝します。また寮生活ですよね、初め。そうです、寮生活、僕寮5年間ぐらいいましたかね。5年は長い方ですか。社会人と大卒は2年でいいらしいんですよ。で、高卒は4年だったんですよ。でも僕も4年で出たいなと思ってたんですけど、はい、5年いましたね。いました、もう1年、はい、寮はどんな雰囲気でどんな生活でしたか。いや、寮はもう僕の時はやっぱ同期、はい、9人ぐらい入ったんですけど、すごい先輩方もいい人多くて、まあ、よくしてもらったんですけど、うん、もうなんか修学旅行みたいな感じえ、プロの生活ですよね。そうそうそう、いや、もう本当に修学旅行、なんか修学旅行の一人部屋みたいなイメージ、僕はそういう風に捉えてましたけど。じゃあ結構その部屋の行き来だったりはあったんですか。ありましたね、うん、あのよく先輩の部屋行って、別に用事ないけど行ったりしてました。先輩というと例えばどなたですか。今楽天の藤田さんとか、はい、同期で、ええ、あの高卒大卒だったんですよ、うん、めっちゃよくしてもらってて、ええ、藤田さんの部屋行ったり、はい、藤田さんの部屋行って何されてたんですか。いや、別に 何してたってわけじゃないですけどね。でもなんか寝転がったりしてたり、テレビ見たりだとか。でもやっぱご飯とかも連れてもらいましたし、あと下園さんとか、あ、はい、の部屋とかもよく行ってたし、高崎健太郎さんとか、おうおうおう、あと吉村雄貴さんとか、はい、結構行ってました。結構行ってました、はい、石川さんの部屋に来られる選手はいたんですか。やっぱなんか僕行ったら、部屋行ったら多分長くなるって分かるから。お、そうなんですね。僕の部屋にあんま来てくれなかったですでも返してくれないんですか。いや、でも僕なんか
いつもこう開けてました、ドア。あ、ドアを？ドア開けて誰か通ったら声かけてます。捕まえてたんですか、部屋の中から。そうそうそう。それどうして開けてるんですか？いや、なんかやっぱ寂しいからじゃないですか。寂しい。いや、多分わかんないですけど、でも一応ドア開けてましたね。はい、え、他の選手も開けっぴろげな方は？いや、他の選手は多分閉めてたと思いますけど。基本的にはそうなんでしょうね、はい、お部屋なので。僕は基本的に開けてました。で、こう誰かこう通ったら何々さんとかって呼んでました。ちょっと寄ってきなよみたいな。そうそう。だけど、まあ、でもあんま僕の部屋に来てるイメージはないです。僕が行ってるイメージしかないです。じゃあ結構こう和気あいあいな雰囲気も寮ってあるんです。いや、寮楽しかったですけどね。まあ、いい先輩が多かったんで。あ、優しい先輩、よくしてもらいました。上下関係もなかったし。上下関係もなく、あ、うん、まあ、ある程度はあります。だけど、あんまり、まあ、ご飯食べに連れて、ご飯食べ連れてもらったり、行ってもらったり。入った時はまあ車なかったんで、ああの先輩にコンビニ連れてもらったり、買い物連れてもらったりしてました。楽しかったです。そうなんですね、はい、それでまあたっぷり5年間そうですね、5年間いましたね。でもやっぱ楽でしたね。そっか、こんな、ね、高校生の頃はいろいろとやることが、決まりとかも多かったですけど、ね、ありましたけれども、プロに入ると、まあ、一応ね、大人なんで、うん、はい、そうですね、ある程度は、融通は効いたんで、なるほど。そんな寮生活をしながら、2年目にスイッチヒッターに転向されるんですよね。そうなんですよね。当時のファームの監督に、ちょっと打ってみろって言われて、はい、おー、まあ、打ってたんですけど、もともとは右打ちで、はい、中学2年生に左打ちに変えて、はい、でそこから、まあ、高校も左、はい、プロ入ってからも左だったんですけど、もう一番大事な変化球見始めの時に右はやってないわけじゃないですか。はい、だからもうプロの一番すごい変化球いきなり見るっていう、球とかもえぐいじゃないですか。どんな感じでした？もうあれ消えてましたね、球。消えてる、はい、あ、左はやっぱり中学高校、はい、プロ入っても、まあ、あれなんで、うん、なんとなく、まあ、それでもすごかったですけど、それでもすごかったのに、中学高校飛ばしていきなりプロの球を見てるんで、そうですね、もうわけわからなかったです。だけど初ヒットは1本目ですね。1本目は右です。あ、右で打たれたんですね、はい、横浜スタジアムでジャイアンツの高橋尚成さん、はい、はい、が1本目だった。右打席。すごいです。それが、3年目になるわけですよね。そう、3年目ですね。はい、あ、だけどなんかその右で初めて立てって言われて立った時の打席が、はい、うん、なんかよくわかんないですけど、ただ振ったらめっちゃ振り遅れてライト線かどっかヒット打ったんですよ。でそれでお前いけんじゃんみたいな感じになっちゃったんですよ。おいけんじゃねみたいな、はい、いやでも僕としてはたまたま振り遅れて向こう飛んでただけなんで、打ったって感じよりは当たったって感じ、たまたま向こう飛んじゃったみたいな。だけどもう右もすぐやめましたけど。あ、そうなん。結局じゃあどのぐらい、その時期的にはいや、あれ1年短期間だったんですか、スイッチ。1年半ぐらいですかね。うーん、でもそれやったら左一本で行こうみたいな、うん、あ、でもやっぱりそれだけ両打ち、しかもそのまあブランクが、はい、いやでも両打ちしてる人やっぱすごいと思いますね。あ、そうですか。ものにできるかっていうところもありますよね、いざそのスイッチになって。すごいと思います。感覚も全然違うし、うん、もうなんかもうタイミングの取り方からボールを捉える感じもそうだし、体を開かない、うんうん、右だったらこう球に入っていく感じすごいあるけど、はい、左はそういう感じじゃなくてもちょっと球に当たったりするじゃないですか。あの感覚はね、もう全然違くてすごいなって思いました。そう、当時金城さんとかいたじゃないですか、はい、ベイスターズ、金城さんどうやって打ってるんですかって聞いたりしてたんですけど、金城さんが野生的な人なんで、なんか感覚的な、もう素晴らしい感覚持ってるじゃないですか、金城さん。この人天才だなと思って、俺できないわと思いました。なるほど。じゃあ真似するだとか、こうもうそういう次元の、ね、口で教えてもらうっていうことで、もう天才すぎて、
そう、真似できなかったです。あ、そうですか、はい、あ、やっぱりでもそれだけすごいことなんですね。いや、多分すごいですね、打つというのは。領事って2008年4年目になりますが、はい、ここからまあ一軍への定着という流れになって、4年目は、うん、83試合、まあ、出れたって、もう出してもらってたっていう感じじゃないですか。あ、そうですか、はい、うーん、でも、まあ、すごいいい経験でしたね。やっぱ、何ですか、もっと頑張んなきゃ思いがすごい強かったです。うーん、2009年5年目で、規定打席も到達され、そうですね、まあ、レギュラー定着。いや、あの時はもう全然1年間こう出る、はい、メンタルもそうですし、ああ、技術もそうですし、こう体力面、もう毎日試合っていうのがすごかったですね、はい、プレッシャーもそうですし。なるほど。それはでは、その5年目で初めてというか、またこう、そうですね、毎日試合に出る強さっていうか、うーん、まあ、体のケアもそうですけど、メンタルもなんですね。もうメンタルがすごかったです。それはどのようにこう、まあ、1日1日リセットしてまた翌日臨むっていう感じですか。そのリセットが多分うまくできてなくて、昨日のことをリセットしてちゃんと反省もして、うん、で反省もした中でリセットできればよかったんですけど、まあ、その前の試合のこと引きずっちゃったりっていうのも結構多かったし、うん、初めてのことが多すぎて、いや、分かんなかったですね、あの時は。そうですね、5年目で134試合っていう、はい、まあ、は初めての100試合突破というところですよね。2010年131試合打率が2割9分4厘、はい、これがチーム2位、そうですね、の、打率でした。そして、盗塁36盗塁稼ぐんですが、はい、リーグ2位ということで、まあ、広島の曽木選手との、曽木さんですね、曽木さんは多分42個ぐらい、そうですね、3盗塁されてますね。まあ、曽木さんが、まあ、僕が途中まで多分ずっと1位で、で曽木さんが来てるっていうのも、まあ、分かってたんですけど、はい、ジャイアンツ戦の東京ドームで僕自打球当たって1週間ぐらいね、ふくらはぎがもうパンパンで、もうファーム落ちたんですよ。でその間に抜かれたんですよ。なるほど。あ、なんで自打球当たるかなと思いましたけどね、うん、まあでもすごい楽しかったです。うーん、楽しかった、はい、いいですね。背番号7に2010年がこれ、まあ先輩から継承を受けた、はい、その当時、まあ、高野さんからお前7番つけろよって言っていただいて、うん、まあ、もちろん嬉しかったのもあるし、まあ、一桁ってやっぱね、すごいじゃないですか。まあ、52番気に入ってたんで、はい、で7番重い番号つけられないです、まあ、ちょっと断って。あ、そうですか。そしたら、まあ、高野さんがやっぱり高校の後輩だし、はい、まあ、ルーキーとかにつけられるんだったらお前につけてほしいって言っていただいたんで、まあ、ちょっと断ってたけど、まあ、最終的にはつけることに、うん、まあ、なったんですけど、はい、まあ、そのシーズンは本当にプレッシャーもありましたし、うん、おー、そうですか。やっぱ7番つけるっていうプレッシャーの方が大きかったですね。はい、やっぱりその背番号のイメージだとか背負うっていうことの重みってあるんですね。いや、やっぱすごい高野さんとかもすごい成績残されてるんで、うん、っていうのはもう頑張んなきゃっていうのはすごいありましたけど、ね、あ、この7番に見合う成績を2010年ですね、6年目で7番ですね。です、はい、でもこの7番を背負っての年というのは、まあ飛躍の年だったのではないでしょうか。まあ、でも本当にいい年でいい経験もさせてもらいましたしね、うんうん、はい、でもチームはやっぱ勝てなかったんで、うん、まあ、なんとかもうチームに貢献したいっていう一心思いでやってたんで、はい、まあ、その結果がこう、まあ、そういう形になったんで、それは良かったかなっていうのはすごいありますね。プロの16年を通して、はい、対戦された投手で、あ、この投手すごかったなという方はどなたでしょう。ですね、マイコラス。あ、マイコラス投手、
あれはもうすごかったです。あ、感覚的にどういう感じですか。いや、とりあえずちょっと角度が、うん、まあ他の人とは違かったかなと。うん、球もちょっとね、ストレートもちょっとジャイロっぽいんですよ。で、あと上から来るあのパワーカーブ。わあ、パワーカーブ、はい。あとカットボール良かったですね。で、実際どうだったんですか、対戦。打てなかった。いや、全然打ってないと思います。マイコラスマジで良かったです。うーん、あとね、ルイス。あ、広島にルイスっていたんですよ。はい、ええ、あ、テキサスに戻ったのかな、レンジャーズ。あいつも良かったですね、スライダーが。うーん、めっちゃ良かったです。まっすぐも速かったんですけど、150ぐらいのまっすぐ投げて、スライダーが、普通スライダーってこうやって山あるじゃないですか、はい、もう山がなくて、まっすぐと一緒ぐらいでこうやってヒュッと曲がってくるんですよ。めっちゃ良かったです。あ、日本人投手はどうですか。日本人、まあ、すごいいいピッチャーいっぱいいますけどね。その中でも僕は、まあ、対戦はできなかったけど、はい、今永がいるじゃないですか、はい、自チーム、はい、今永が大卒駒大から入ってきて1年目、はい、わあ、マジですごい。セカンド守ってて、うん、もう球飛んでくる気しなかったですもん。ああ、そうです。なるほど。味方として。130、その時まだ140後半とか投げてなかったですけど、139とか、141出るか出ないかぐらいのまっすぐで、もうバンバン空振り取ってたんですよ。ああ、頼もしいですね。いや、あれはすごいな。対戦してみたいなってめっちゃ思いました。なるほど。あの、キャンプで紅白戦だとかっていう。はなかったですね。なかったんですね。はい。あ、でも後ろから見てたら、はい、もう本当に飛んでくる感じじゃないですか。だから、うわ、こいつの球はえぐいなと思って、ちょっと対戦してみたいなっていうのをめっちゃ思いました。うんうん、まあ、立てなかったですけどね。紅白戦でもなかったですね。ということでですね、今回もそろそろお時間が参りまして、はい、次回はあの DeNA 時代、もういろいろ思い出がDNA 時代ですね、深いものが、はいはい、あると思いますが、そのあたりを伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん、どうぞチャンネル登録をして、次回の動画もお待ちください。ということで、石川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111。ピンピンピン。